え、誰から聞いたんですか？知ってました、もと。あ、そうなんか Twitter とか、うん、そうです。あ、Twitter とかね、わかりました。はい、今なんかその付き合ってる人とかなんか、うん、いますよ。いますいますよ。付き合ってるけど、この活動なんか、うん、その人に勧められてきました。彼氏さんにですか？うん、彼氏さんに勧められて、うん、どういう付き合いですかそれ。こんにちは。どういう付き合いの人ですか？普通に。あ、そうなんですね。普通にそのなんかこういう活動やってこいみたいな。彼氏さんとのちょっとすごく気になりますけど、なんか弱み握られてるとかじゃないですか？あ、違いますね。自分がやるみたいな。わかりました。じゃあちょっと失礼な質問になっちゃうんですけど、まあ、やっぱ初日ですもんね。あの声量とかそういうのは大丈夫ですかね？大丈夫初日ですかね。まあ、そういう大人のお店で働くこととか思わないですか？働けないどうかありましたか？なんか訳ありみたいな。なんでしょうかね。身分証明書問題とかそういうの。なんか中抜きされるのが嫌とか。中抜き。要するにお店に持っていかれちゃうみたいな。売り上げとか。そういうのじゃなくて。単純にそういうとかじゃなくてこういうところとか。ああ、わかりました。